撮影前に辛いラーメンを食べて、ちょっとお腹がピーピーです。画面の前の皆さん、どうも、ゆうきです。ドラゴンクエストビルダーズ2、破壊神シドと空っぽの島やっていきたいと思います。まあ、今のは自分の今、体調の状態を言ったんだけど、はい。じゃあ今日もやっていきたいと思います。よろしくお願いします。前回ですね、このゴーレム君が仲間になって、顔だけね、なんかちょっと、銅になったのね。うん。銅になったんだけど、なんか足りないらしい。まあ、でもこの子がすごい多分活躍する話なんじゃないかなとは思ってます。オッカムルです。オッカムル編、続きやっていきたいと思います。じゃあまずはこの子に話しかけていきます。ペロちゃんね。鉱山で働いてたことがない私たちが銅を1000個も掘るなんてどう考えても無理な話よ。そう。あの子にあと1000個与えると体が全部カッパーマンになるらしい。色が銅色なんていう、土系色になるらしい。やっぱりここは荒くれたちにやる気を出してもらって鉱石を掘ってもらうしか。そのためには、あっはーはーっていうの好きだよね、結構ね。ここに素敵なバーを作ればいいのよ。何？バーだと。うん。ルカ、あそこにある潰れたバーの跡地が見える？まずは、あのカウンターの上にシェイカーを置いて、バーをセットしてみて。設計図か。シェイカーを作るには銅の加工が必要なのは、金属の扱い方はカルロに聞いてみてね。なるほど。バーをセット。おう。こいつか。どうしたビルダー。ニコニコと楽しそうにしやがって。ほう、バーに使うシェイカーを作るために金属を加工する方法を知りたいのか。ここはハーゴン教団の教えでものづくりが禁止された島。俺も鍛冶屋仕事をやめにしたんだ。この鉱山街は発展していたが、地下だったせいか、教団が支配を強めたのはそんなに昔じゃない。しかし教団の教えはもうすっかり根付いておる。俺たちはみんな教団の信者なんさ。とはいえだ。ペロの頼みなら仕方ない。今回だけものづくりの片棒を担いでやろう。銅はまず銅のインゴットにしなきゃ加工できん。インゴットを作るには炉がいる。そうだな。まずは作業台で炉を作って街の中の素敵な場所に置いてみな。すごいな。結果、ルカちゃんだからね。ルカちゃんって名前でやってます、主人公。はい。内部を高温にし、金属などを溶かす道具、金属のインゴットを作ることができる。ほう。よし。これか。ろ。ああ、石が足りないわ。オッケー。結構簡単に作れるな。おい、おい。8個。もうちょっとですね。はい。OK。これで作れる、ロガ。はい、じゃあ、ロを作りまーす。ロ。1個でいいのかな ?1 個でいいよね。1個でいいわな。2個も3個もいらんだろ、これ。OK。はい、じゃあ、ロを置きますね。素敵な場所に置いてくれって言ったってさ、ボロッボロなんだよ、ここがそもそも。じゃあ、ここでいいや。あ、置けないの。これか。じゃあ、ここにします。はい。オッケー。ぬおーお前さん、ローを作ったのか。恐ろしいことをしてくれたもんだ。これで金属を加工できるぞ。まずはこの炉で、銅のインゴットを作るんだ。はい。親切だな、ほんと。はい。ワンにもあったね、これね。あ、時間かかるんだね。おお、炉や。あったけー。寒いからな、今日。なんだ何の提案をして驚いたんだ。お前はずっと体育座りしてるな。カッパーマンになれなかったから。よ、乗れないのか、これ。乗らしてくれよ。よいしょ。よいしょ。乗れない。ちょっと時間かかりますね。何が作れるんだろうと。そんなにないね、まだ。うん、全然ないわ。武器とかはあ、変わらずか。あ、これ作れるわ、革の盾。これ作っとこうか。おし。装備。やった。革の盾ゲット。盾って防御できないのかなよいしょ。押してきた。インゴットゲット。引っかかってるぞおっさん。おお、石炭と銅で銅のインゴットを作りやがったんだな。なんて恐ろしいビルダーだ。これから金属が手に入ったらまずインゴットにしてから加工するんだ。加工に使う石炭は行動で取れるからな。それにしてもバーを作って歩けるどもにやる気を出させようとは恐ろしくはあるが、なかなか名案だ。ルカ、だから今日ね、鼻がピーってなるんだよ金属の加工の仕方が分かったのね。これでシェイカーも作れるわ。シェイカーを作ったらバーのカウンターの上に置いてバーセットを作ってね。ほう、お、ひらめいた。シェイカー、飲み物を混ぜ合わせる銅でできた小さな容器。へえ、かわいいね。よっしゃ、シェイカー作ろう。これだ。銅のインゴット1個で作れる。シェイカーポッと。オッケー。シェイカーできました。バーセットを作って。どういうこと？これ置くのかな？できたこれでバーセットなの。簡単だね。ありがとうルカ。バーセットを作ってくれたのね。これでみんな少しはやる気が出るはずよ。はあ、こんなところにバーセットが。これで皆さんにルビーラを振る舞います。どうぞこちらに。父のアーマンがバーを経営していたのは話したわね。アム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 、食べてるよ、食べてる。アムアムって食べてる。鉱石掘りで疲れたアレクラがバーでやる気を蓄えてまた行動に入っていく。私はまだ小さかったけどあの頃は父もみんなも輝いていたわ。ルカがいれば父のバー再建の夢も叶えられる。キッチバーはあの日の姿に戻せるわ。お願いルカ、私と一緒にバーを再建して島にゴールドラッシュを復活させて。はいはいはい、不景気だから不景気だからわあ、ありがとうルカ。あなたってやっぱり優しい人ね。さすがに憧れのビルダーだわ。さあ、そうと決まったら、あとは鉱山で働く人手をどうやって呼び寄せるかが問題ね。ミルズとマッシモだけじゃさすがに足りないし、何かいい方法はないかしら。音楽が戻った。音楽が戻ったっていうか、街の音楽になった。うーい、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 うーい。どうしたのルカ、そんなにニコニコして。ここに人を集めるいい方法でもあるの？え、ビルダーの鐘？あそこにある古い鐘がそうなのね。集めたものづくりのかけらでビルダーの鐘を鳴らせばものづくり力が上がって人が集まるか。それじゃあルカ、あの鐘を早速鳴らしてみて。よし、さあベル鳴らします。せーの、そいや。うーい、ビルドレベルレベル1。はい、来たー。なんか来たぞ、新しい仲間がやってきた。ひらめいたぞおお、うわ、めっちゃひらめいた。すごい、ジョッキまである。ガラス瓶、石の壺。おお。ああ、なんですこの鐘の音は。すごいわ。鐘の音に引き寄せられて、荒くれたちが集まってきたわ。これはどういうことだ。なんだか物を作る意欲が溢れてきたぞ。作りたくて作りたくて仕方がない。作れるものをたくさんひらめいたのね。銅のジョッキに樽にガラス瓶、バーに使えそうなものばっかりね。銅のテーブルに銅の鐘か。こいつは銅をどんどん集めてこねえとな。誰かわかんねえや、喋ってんの。新しい場所に来て新しいものをどんどんひらめいてやがる。どうやらやる気満々みたいだな。ぐおー、ビルダーってのはとんでもねえぜ。なんだか俺たち目が覚めたぞ。よっしゃ。ルカ、新しくやってきた荒くれたちに早速話しかけてみましょうよ。来たぞ。鐘の音にさらわれて来てみたら一体どうなってやがる。それになんだこの激しい鉱石臭は。なにビルダー、これからみんなでバーを作って鉱石を掘るだと。おいお前ら、教団のお偉い方に報告だ。こいつらハーゴン様の敵だぜ。あんたたち、お前はまさかペペペペペペロちゃんか。しばらく見ないうちに大きくなりやがって。私ルカと鉱山を復活させるって決めたから、あんたたちも手伝いなさい。ガグゴ何それ何それ。何年も前、鉱山からほとんどの鉱石が消えてハーゴン教団にものづくりを禁止されて、わしらは幼いペロに後ろ筋肉を控えながら泣く泣くここを後にしたのだが、いくらペロの願いでも今まで信じてきた教団の教えをおいそれとは捨てられねえ。だがペロのためならなんだこいつら。だがペロのためならこっそり密かに鉱石を掘る。今日から俺たちも鉱山で働くぜ。頼もしいけどな、暑苦しいな相変わらず。みんな同じ声気づかるな。オッケーよ。ありがとうルカ、鐘を鳴らしたら本当に荒くれが来てくれたわ。荒くれって何なんだよこいつら。荒くれてるからね、荒くれてるから。これで行動を掘り進められるわ。ルカさん、あの鐘の音とあなたのものづくりで我々4人は気がつきました。ものづくりのビルダーの素晴らしさに。俺たちはたった今からハーゴン教団を抜ける。ビルダーとしておめえに物を作るぜ。もういいってそのポーズ。ええでそのポーズ。よかった、これでみんな準備ができたわね。ルカ、ゴルドンが心配していたわ。これからのこと話してあげましょう。もういいぜそのポーズ。よっしゃ。はい、じゃあね、こいつに話しかけていきます。ゴーレムくんね。ゴルドン、おお、ルカ、ペロ、俺に鉱石くれる方法、決まったか。大切なことだからルカもよく聞いて。どう、話を聞く準備はいい？そんなにやばいやつ？まずはバーを作って、荒くれたちのやる気を上げるの。やる気が上がれば鉱石が取れる量も増えるわ。そして、取れた鉱石をゴルドンにあげれば、いつかゴルドンの力が戻る。ゴルドンに力が戻ればゴールドラッシュが復活して、島に金や銀や銅が溢れ出るってわけ。すごい普通だった話。おおペロ、それすごくいい考え。やっぱり俺お前好き、あなたのことが好きだから。このネタ忘れてたわ、前回言ったんだよね。でもわずかに残った金、行動の奥底にしかない。俺、まずは銅でカッパーマンになる。ルカ、もちろん銅集めにも荒くれのやる気が必要よ。早速バーの設計図を書いてみて。何でもやらせるの。よっ、できたー。オッケー、バーの設計図を描いた。よし、じゃあこれは作るしかないんだな。結構いるねこれね。はあ、素晴らしい。これこそ私が求めていたバーです。確かにこんなバーがありゃ俺たちやる気も上がる。鉱石の採掘量もなぎ登りだな。でもちょっと待つんだぞ。坑道の中はハーゴン教団に壊されてたぞ。このままじゃ奥まで進めないぞ。たくさん鉱石を掘っていくには壊れた行動を直していかなきゃダメだぞ。よし、それじゃあ俺の願い、これ。行動を復旧すべし。鉱山の行動破壊されてる。行動を復旧すればもっと奥まで行ける。鉱石もっと集まる。素敵なバーを作るべし。バーあれば荒くれやる気出る。やる気出れば鉱石採掘量上がる。銅1000個で俺カッパーマンになる。なるほど。この鉱山街に活気が戻れば私のバーも繁盛することでしょう。ルカさん、頼みましたよ。あとはあのバーにボーイやバニーでもいてくれたらな。そうする俺たちやる気も鉱石の採掘量も上がりまくりなんだから。そんな簡単なことでやる気が出るなら私がなってあげるわよ。バニーくらい。え、なに、本当カペロ、いいのか、本当にいいのかよ、いいのか、いいのか、これでしょ、みんなが欲しがってるやつ。亡くなった私のママもバディとしてお店に立っていたわ。私一度バディになってみたかったの。どんな、まあいいや。そうか。ペロがバディになってくれたら、おいらたちものすごく嬉しいぞ。やっぱり今はまだダメ。あなたたち、今私がバディになったら満足してやる気をなくしそうじゃない？バーができて行動の復旧が終わったらなってあげるわ。うひょーペロ、その言葉忘れるんじゃねえぜ。ああ、忘れるんじゃねえぞ。うひょー。結構体力使うんだからね、これね。言っとくけど。みんな頼む。ペロがバディになるためだ。必ず行動を復旧してくれ。お前もかい。お前、そういうの分かるんかい、お前。そういうの。分かるんか、お前。おいおい、ゴルドン。自分の力を取り戻すためじゃないのかよ。お前もかい。スケベしかいないんだな、この町だ。スケベしかいないわ。バーを盛り上げるための最大にして最重要、最終目標ができた。ルカ、よろしく頼むぜ。早速だが、ルカ。まずはおめえに鉱石を管理していくための必要な場所を作ってもらいたいんだ。いいかルカ。荒くれは夜バーでやる気を蓄えて、朝になったら坑道に鉱石を掘りに行く。でもって夕方になったら集会を開いて、その日に採れたあがりを報告するものなんだ。そこでおめえには毎日あがりを報告しつつ、鉱石をしまっておく荒くれ集会所を作ってもらいて。集会所って言ってもそんな大したもんじゃねえ。広場に鉱石入れるものさえありゃいいんだ。ゴルドンのこういうランプがあるんだろ。そこの目印の場所に収納箱を3つ置いてくれ。あ、壊しちゃった俺あれ。壊しちゃったんだこれ。壊しちゃった俺これ。ごめん。これ必要だったのか。とりあえずこれ作ろう。はい。はい、違うわ。あ、ここに収納箱置けばいいだけ？じゃあ、とりあえずここにランプ置いて、ちょっと、仮に。収納箱3つ。これか。はい。ごめん、撮影会で壊しちゃったんだ。ちょっと気になっちゃって。ランプ。はい、1個 ?1 個。はい。そんで、まあ、反対側に1個。はい、できた。うお、収納箱を3つ置いてくれたのか。これで荒くれ集会所の完成だな。よっしゃるか。おめえに改めて説明しておく。おめえが行動を復旧してくれればマッシモが荒くれを引き連れて鉱石を掘る。その上がりを毎日夕方に集会所で報告する。そんでゴルドンにその日の分をくれてやる。せっかくの鉱石をくれてやるのは少し惜しい気もするが、ゴルドンが復活すりゃ鉱石も復活するはずだ。鉱山も復活するはずだ。そうそう、報告会は毎日夕方になったら金属をキンキン叩く音から始まるんだ。行動は暗くて時間の感覚がなくなりやすい。音を合図に地上に戻ってきてもいいかもな。なるほど。ほう。よし。次はよっしゃるか。早速マッシモとシドーと一緒に行動の復旧に行ってきてくれ。これからは荒くれも増える。俺は地上で荒くれの管理を担当するぜ。行動のことはおめえらに任せた。わかったぞ。おいら魔物怖いけど、ペロに喜んでもらうため頑張るぞ。さて、そうと決まれば、行動を進む安全を祈って、4人で筋肉儀式をやろうじゃねえか。筋肉儀式だと。なんだそれは。シドーはいい感じだが、ルカは体がヒョロヒョロすぎる。これじゃ鉱山の女にはなれねえぜ。なれねえ。さあ、これが筋肉儀式だ。おめえらもやってみろ。ほう。なかなか面白い。こうか。シドーくん、いいってやんないで。シドーくん、いいよ、やんなくてこれ。セイフとか言ってる。いや、いいって、シドーくん。おらおら、次やるから。さあ、おめえも筋肉意識、やってみろ。嫌です、嫌です、嫌です。何を恥ずかしがってんだよ。筋肉を見せつけながらじゃねえと、行動なんか進めねえぞ。おらおら、次やるからぜ。さあ、筋肉意識やってみろ。やだな。ルカちゃんでやらせるの？ルカちゃんごめんね。かわいい。許すはかわいいから。おお、めちゃめちゃいい感じじゃねえか。これでルカとシドーも島の荒くれだ。ルカちゃんもういいよ。2回ぐらいでいいよ。2回ぐらいでいい。2回ぐらいでいい。なんだかやる気が出たぞ。おいら先に行って行動を確認しておくぞ。準備ができたらお前たちも来るんだぞ。よーし、みんな、行くっぞー。行け行け、勝手に。ルカ、行動に行くのね。はい、これ。私が作ったお弁当よ。行動で気が向いたら食べるといいわ。行動の復旧、頑張ってね。焼きキノコって言えた。1個かい。うわ、なんだ今のは。ペロから弁当もらうなんて。ずるいぜ、ルカ。許せね。きっとマッシモって行動に行きやがれ。さっさと。マッシモが行動に突っ立ってたら、前に進めねえ理由があるはずだ。その時はマッシモのぼやきをよく見ろよ。よし。え、これはまだできないのか？あ、アイアンとかあるわ。ダメだね。鉄まだ取ってないから。あー、なるほどね。はい、了解です。あ、でもアイアンって書いてあるな。よし、じゃあ続きやっていきます。行動に行きましょう。鉄が必要だね。よし、行くぞ。マッシュも行くぞ。走り方。脇が閉じてないぞ。筋肉がありすぎて。こっちだぞ。お、やってるやってる。モグラがいる。ほう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 。こっち来いと。お、めっちゃやってるじゃん、みんな。いいね。よしよしよし。ここか。行動をつないでほしいぞ。よし、オッケー。爆弾だな。任しとけ。オッケー。下がれ。おい。まだ必要か。すげえ量だな、これ。気持ちいい。これいっぱい取るの気持ちいいよね。うーん。超気持ちいい。あいよ、もう一個。うい。オッケー。あ、爆弾って下は壊れないんだ。横なんだね。横の範囲壊れてくんだ。なるほどね。押していくぞ。お、トロッコがある。ん？なんだあれは。線路に箱みたいなやつが乗ってるぞ。うごー。あ、あれは線路の上を走るためのトロッコだぞ。ここはトロッコの発着駅みたいだ。公衆点にして地上にある坑道の入り口と線路をつなげば。ルカ、ここに来るまで線路が敷いてあったの見たか？どうやらここはトロッコの終点みたいだぞ。坑道の地面の歯抜けになった線路を全部つなげばトロッコが走れるようになるぞ。トロッコに乗れれば地上との行き来がしやすくなるぞ。お前に線路を修復してほしいぞ。そんなん言われてもな。修復のための線路を耐えられたらこの辺りに使えるのがあったはずだぞ。マジか。確か坑道の途中のどっかにも線路があったよな。見つけたら使っちまおうぜ。なるほど。さあ、地上の土砂を壊しながらこの線路をトロッコの静止板があるトロッコ発着駅までつなぐんだぞ。そうそう、トロッコに乗りながら線路に引き返していくと途切れている場所が分かりやすいぞ。なるほど、了解。もう乗れるんだね。はい、ここでしか行けない。とりあえず線路を取ってこよう。どこだ？これだ、これだ、これだ。はい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 。これがストックね。はい、ストックもらいます。おっしゃー、開通で、ここに線路を引いていくと。おいおい。邪魔だぞ、邪魔だぞお前ら。おっしゃ。うえい。おー、いいね、いいね。ここか、次は。足りるかな？大丈夫、大丈夫。いいです、いいです。いいです、いいです。大丈夫です、大丈夫です。大丈夫です。ちょっと家庭やらせてください。ちょっとどいて、どいて、どいて。よし。よっしゃー。あ、宝箱あるぞ。全然気づかなかった。ダイナマイトいっぱい出てきた。よし。ここですね。次はね。よし。ほい、ほい、ほい。楽しい、これ。あれ？あれ？ここ曲がるのが必要だ。あ、ここにもあった。あったじゃんね。気づかなかった。曲がるのないの、曲がるの。くねってやつ、くねってやつ。くねがないわ。くねがないぞ。ちょっとこれお借りします。オッケー。よし。オッケー。なんか地面も足さなきゃいけないところがあるからね。これがちょっと厄介かもな。うわ、なんかいる、なんかいる。なんだこいつ。危ねえ。なんだこいつ、強そう強そう。なんだいて、強っ、強い強い、やばい。やばい、強いこいつ。危ねえ、こいつ強い。危ねえ、危ねえ、こいつ怖い。こいつ強いぞ。やばいやばいやばい、超強いこいつ。オレンジ。危ない。オッケー。即死が出ない。こいつ強いな、マジで。オッケーオッケーオッケー。あー、うわー、強っ。シドウ君も死んだ。マジか、強え。強え、こいつ。うおー、これでトロッコの静止板がある発着駅まで線路が敷けたぞ。そうそう、線路のそばにトロッコの停止板があると、置いた場所でトロッコが停止するんだぞ。よし、引き続きどんどん線路を敷いて地上までつなげるんだぞ。もし線路が足りなくなったら、使われていない線路がどっかにないか探してみるんだぞ。ちょっとこれ分かった分かった、ごめんみんな。これさ、今までビルダーズ1って曲がりとまっすぐが別パーツだったんだけど、これもう線路1個置けば曲がるんだ。すげえ楽じゃん。1種類で済むってことらしいですね。すげえ楽、すげえ楽。これ線路つないで終わっちゃいそうだけど。ここをつなぐ。はいはいはい。木でいいや。とりあえず木でいいや。よし。よし。おい、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 おい。なるほどね。よし。結構手短に。OK。よいしょ。まだ足りません。あら、ルカちゃん、どこに設置したの？あなたなんか曲がっちゃったよ、曲がっちゃったよ。よし、なんか曲がっちゃった。よし、ちょっと一回作り直し。ほい。よし、うーい。おい、こうか。ルカちゃんのトロッココースターっていうの作ったな、ワンの時な。懐かしいな。あれ結構時間かかったんだよな、作るの。2日間ぐらいかかった記憶ある。よし。おーい。おい。あら、ちょっとこれだいぶ遠いわね。これ木じゃ足りないのかな。まあ、とりあえず設置していこう。足りないわ。足りないから仕方ない。ちょっとアイテムを使うか。まあいいや、土壁にしよう。仕方ない。いっぱいあるし。これいっぱいあるから。おい、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 おい。うわ、ちょっと線路足りなくなりそうだな。おい、おい、おい、おい。どいてどいて。あら、線路足りないわ。さっきのところに線路持ってこなきゃね。ほほほほ。ああ。こっちか。オッケーオッケー。線路を取っていかないと足りなくなっちゃうってことだね、結局ね。もうこれもう全部もらってこう。よっ。オッケー。よっ。よし、もーらい。結局多分これ全部取らないと足りないんだろうな。おい、よいしょ、線路いただき、えい、あいよー、もーらい。よしよし、こんだけあれば足りるんじゃないか、さすがに。よし、43個。行くぞ。ここだね。ここから続き。ほい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 。OK。大丈夫です、大丈夫です。あなた何ですか、さっきから。よっしゃー、繋がった。まだここ繋がってない。ほいほい。よっしゃ。ここもか。ほい。よっしゃー。うわ。また道だ。結構道が、あ、この砂利が邪魔だな。よし、オッケー。ほい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 。これでいいかな。結構線路が足りなくなりそうだな、また。よし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 。うーい。オッケー。ほい。ここは、また床が抜けてる。はいはいはい。これで地上とつながるんじゃないか。そこの終着駅か。はい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 。 OK、 つながった。よし、乗ってきてみよう。ふー、おお、すごい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 。おお、ちょっと向こうまで行ってみる。うおー、めっちゃ速い。おお、ルカちゃんしか乗ってないっていうね、結局。おおこれ走ってついてくる方がしんどいぜ。おお、うわ、なんだなんかもうトロッコの乗ってるやついるぞ。うわー、やったー、すげえ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 。うー、楽しい。イエーイついてくる方がしんどいぜ。はい、 OK。 よし、これで地上まで線路が通ったぞ。線路が通ればその間をトロッコに乗って移動できる。走らなくていいし、ガタゴト揺れて楽しいぞ。よし、せっかく敷いてくれたんだ。トロッコに乗って坑道の奥に戻るぞ。おい、ルカ、お前ばっかりずるいぜ。俺もトロッコってやつに乗りたいぞ。人数分の木のトロッコを線路の上につなげておいてくれれば、ちゃんと全員がトロッコに乗れるぞ。ルカ、町にある作業台で木のトロッコを2つ作るんだぞ。3人でトロッコに乗って坑道の奥に戻るぞ。坑道の奥に戻ったら駅の向こうの橋を渡るんだぞ。地図を見て先に進むんだぞ。マジかいなちょっと木のトロッコ作らなきゃいけなくなっちゃったよ。はい、 OK。線路、あ、線路も作れなかった。やった。トロッコ停止板。はい、よし、じゃあ戻るわ。じゃあな、走れ走れ。つなぐとで乗る。乗れた。ああ、乗れた乗れた、すげえよし、行くぞ。ふーなんだこれ、すげえな。おお、楽しいの。3人で行けるのはのなんか透けてくんだけど、なんなの。前から来た、前から来た。あ、来てないか。あれ、今来たように見えたけどな。おお、これは楽しい。よっしゃー、できたー。はい、じゃあね、今日はちょっとね、ここで終わりにしたいと思います。それでは、ドラゴンクエストビルダーズ2、破壊神シドと空っぽの島、次回はね、この続きやっていきたいと思います。それでは皆さん、次回もぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。間違えた。ちょっと待って、ルカちゃん。はい。またね。